IUCN における近畿球種近畿球種とは IUCN のレッドリストなどで定められている保全状況の一つ。ある生物種の生息状況を評価した結果、今のところは絶滅する危険性はないが、同じく絶滅の危険性のない低期県種と違って、生息地の変化などがあると将来的に気球種に移行する可能性があると判断された種が、 近畿休止としてカテゴライズされる。そのため IUCN では近畿休止と評価された種の保全状況については頻繁にあるいは定期的に何度も再評価を行うことが重要であるとしている。なお、公益財団法人世界自然保護基金ジャパンはニアセレットンドの略号を近畿休止としている。 2017年現在、最新版の IUCN レッドリストでは5736分類群が純絶滅危惧と評価されており、内訳としては、動物が3865分類群、植物が1867分類群、菌類が4分類群である。また2001年以前の IUCN レッドリストで指定されていたカテゴリーである、保全対策依存が2001年以降、 廃止されているため、そのカテゴリーに含まれていた402分類群についても近畿休止として扱われる。2001年以前の IUCN レッドリストにおける純絶滅危惧環境省のレッドリストにおける純絶滅危惧2001年に公開された IUCN のレッドリストからこのカテゴリーは NT と略されるようになった。しかし2001年以前のバージョンにおいては 純絶滅器具は低リスクというカテゴリのサブカテゴリであったため IUCN のデータベースでは LRNT と表記されている。そのため2000年以前に保全状況が純絶滅器具として評価されたものの2001年以降に再度保全状況が評価されていない種については LRNT またはと記載されている。また、 IUCN 以外のレッドリストでも、純絶滅器具というカテゴリーを設けている場合がある。例えば日本の環境省が作成した、レッドデータブック及びレッドリストでも、純絶滅器具を設けており、2007年現在665の分類群が純絶滅器具に指定されている。ありがとうございます。